でね、耳のね、今前、顎っていうけど耳の前あたりでしょ、右のね、耳の後ろあたりもね、こうした方がいいって言ったって、で、なんでですかって聞いたらね、なんかやっぱね、マッサージしたらね、それでね、耳の、聞こえ方がね、良くなるっていう人もいるんだそうです。へぇーって思って、マッサージって、バカにできませんね。で、このあたりも、ね、首なんて、イメージでしょう。さっき言いました、この。これね、こう、の方、広げる。こんな風に広げる。こんな風に広げる。こんな風に広げる。広げて。ってやったらちょっと音が違いますよ。そして、ここ。全部一緒にできますか。ね。やっていきましょう。濃い感じがしますね。密度が高いですよ。